久保さん暑いですねあでもちょっと涼しくなったっけいやみんなやっぱ責任取りたくないですよねまあこれ露骨でねテレ,ビのテレビニュースとか見るとねまあその責任逃れしてる人がたくさんまあいる事実があるので、まあ、そんなすごい偉い人でも責任取りたくないみてたねい, <laughs> いや僕は知りませんでした 勝手,にや勝手にやりましたみたみいなねあ、あそそうそう,そうあのこれ Yahoo! ニュースで流れたんですけど実刑出たみたいですね池袋の,その池袋のやつも「いやアクセルとブレーキ分かりませんでした」っていうねな,なんかその僕は知りませんみたいな「車が悪いんです」みたいなね <laughs> <laughs> あの池袋のありました実刑5年か7年出たのかな、うん、確か90歳ぐらいの人ですよねもしかしかたら刑務所で まあ寿命を問えるかもしれないですね7年と5年だったらうんそうまあねみんな責任取りたくないですよねでも自分で稼ぐっていうことはまあ責任を取ることなんですようんまあ今ねちょっとねあの質問対応してたんですけど まあちょっと今僕移動したりとかしてるんですけどあのなんだまあちょっとこの前商品売ってたんですけどまあ商品がちょっと見れないとあれマジかみたいな感じでまあ確認してあじゃあその問題点をねすぐ解決して解決しましたっていうね動画を撮ったんですけどあのまあそれ責任があるんでねまあ販売しといて見れませんとそれはもうよろしくないじゃないですか。 なんですぐ対応しましたけどまあ責任ですよねやっぱね責任結構大事ですよね責任を取るというか自分の人生の責任じゃないですかねうーんまあなんだろうなこれを俺は生まれてきたくないときたくなかったとなんでこんな辛い人生なんだとうんなんで生ま,れ生まれてこなきゃよかったじゃないかふざけんな父ちゃんと母ちゃんふざけんな っていうのか自分が生まれてきてしまったもんだからじゃあその人生に責任を持とうううていうどう捉えるかですよねだって多分ねまあいろいろそのなんだあのい、ー、ろんな多分スピリチュアル的な話だったりとかいろいろまあ話はあるんだけども、まあ、僕がまあシンプルに言ってしまうと生まれてきた意味ってないと思うんですよ。ね 生まれててきたばかりの赤ちゃんっておげやしし言えないしもし自分の意思でね生まれてきたとするならば何だろうな、まあ、過去の記憶があるのかわかんないですけど <laughs> なんか多分あの赤ちゃんの時から意思があってねほらあのなんかこういうことしたいんだっていうねなんかあるだろうし <laughs> 多分生まれてきた時の赤ちゃんって意思ないんですよね。 うん、まあねスピリチュアル的なんとか的なんちゃらで話するとあのー、ねいろいろあるのかもしれないですけど僕はそういう記憶もないし何だろうなうーんただ小木原しか言う,しこ言うことなかったしうん、まあ、何かに影響されて生きてるしうん誰かから勉強したりとかなんかまあそもそも。 知識はだから結局でもまあ生まれてきたわけじゃないですかうんでそこはもうしょうがないですよね何言ったって、うん、生まれてきたイコールまあ辛いことを受け入れるっていうね生まれてきましたじゃあい一番最初辛いことって何ですかって言ったらあのなんで今までおなかの中でねあのー なんか気持ちよくねなんか用水ですかあそこでこうくるくる回ったりとか用水で「わーみたいな感じ「気持ちいい」みたいな感じたのにいきなり外に出されるわけじゃないですかふざけんなよ外に出て「うわー怖ーい」みたいなねギャーって泣くわけじゃないですか「光なんだこれ」みたいなねふざけんなみたいなね <laughs> おぎゃーしっていうわけですよでももう出てきてしまったもんだからしゃあないですよねなんであのもう最初の生まれてきた時点でつらいわけですよ もうそもそそ赤ちゃんつらいから泣いか泣てるでしょ。怖いし怖いしつらいから泣いてると思うんですよね。だって最初なんかね用水でこう、気持ちよく寝てたりとかしてたわけじゃないですかへその緒があってね。しかもへその緒があって自動でね自動で栄養が供給されるわけじゃないですか。ですよね久保さんねへその緒で。へその緒から栄養が供給されてるんですよね。だからねあの外に出た瞬間ね自分の口からコわンと上がるみたいなね。で、なんかその、 なんか久保さんはね大和君ちょっと大きくなったと思うんですけどあの多分、まあ、僕もそうちょっと潤えですけどなんかね,この,ねこのスプーンにこう入れられてね「まずいわいでうみたいなね「なんだこれ」みたいなね <laughs> 最初はまあおっぱいおっぱいだったけどもねおっぱいから今度なんか食事に移るわけじゃないですかだけどなんだおっぱいがいいみたいなねだからおっぱい離れかおっぱいナれできないみたいなのもあると思うんですけど。 それもなんかもう,もういろんな嫌なことがいっぱいあるわけじゃないですか。いや、私はおっぱいずっと飲んでいたいみたいなね <laughs>。生まれてきた、生まれてきてしまったっていうことは辛いことの連続だと思うんですよね。その本当にちっちゃい頃からもう遡るとね。でもそれを受け入れないとしゃあなくないっていう。辛いことはあるよと。それをどう乗り切れるかを考えないといけないし。 それを受けけ止めないといけないいいとしうん赤ちゃんだってつらいことあるし生まれた瞬間からつらいことだってあるしまあね大人になったらつらいこともあるしだからその要所要所つらいことはたくさんあるわけですよ。でもその問題点をやっぱクリアしていくためにはまあその問題点をしっかりと愚直に受け入れてそれをどうリカバリーしていくのかっていうのがまあ大事ですよね久保さんね。 なんでできないかっていうとうやっぱもう局論は自分,の人生自分の人生の責任は自分で取るってことですね、うん、でもこれができれば自分の人生をくれると思います、うん やっぱそのためにはねやっぱね一人になるってことですねこれが本当にね僕は一番いいと思います僕は鹿児島に行ってあの与沢さんが孤独が最強みたいに言ってましたけどやっぱねこの5年振り返って鹿児島に一人でこう行ってやっぱね何の言い訳もできないですよやっぱり僕はその前会社勤めしてた時に思ってたのがもっと 俺俺,俺がね俺,俺っていう分身が10人いたら、まあ、絶対売り上げ作れんのになみたいなまあ、結局その従業員のせいにしたりとかねまあ、会社のせいにしたりとかやっぱありますよありましたよ会社の方針のせいにしたりとかやっぱあったんですよだからそういうその甘いところがあったからやっぱ売り上げ作れなかった時期があったんじゃないかなと思うんですよね 今はねやっぱあのー、一人になって思うことがやっぱ全席に言い訳一切ないんで言い,訳言い訳してもお金入ってこないのでそうまあ昔もそうだったんですけどね別に言い訳したところで売り上げ作,作れる人いないんで僕はあのー、なんかやんないといけなかったんですけどまあやっぱ一人になるってことはやっぱ誰の力も借りない借りれないというか誰もいないので。 誰もいないから自分が動くしかないっていう状況なのでやっぱ一人っていうのは一番やっぱまあ,あの大変だししんどいしいろんな責任あるし難しいこともたくさんあるしもちろんね他人の力を借りないでやっていくわけですから己の力でやっていくので、まあ、大変な部分はあるんだけどもでもね一番研ぎ澄まされた形が一人かなと。 1> 1人でやっていくってていいくうのが、うんもちろんね一人でね年商100億とか年商1000億みたいなね会社を作れることはまあ無理ですよまあ久保さんも会社やってますし僕も会社やって一人会社ですけど一人会社で年商1000億とかは無理ですよさすがにまあ不可能ではないかもしれないですけど不可能だと思いますでそこ目指してないしうーん まあでも投資あればね、与沢さんも一人でやってますけど、まあまあいってると思いますけど、あの何だろうな、あの月収100万、僕がドリームアカデミアで教えてるのは月収100万ですから、一人でやっても月収100万というのはマジでいきますから。いや吉永さん、僕月収で、月収10億とかね、あげたいんですよっていう、だからそれはちょっと一人だと結構難しいかなと思いますね。うん月収1億とかも結構きついと思いますね。 ああまあ投資はちょっと別ですよ投資はうんまあビジネスとして、ね、まあそのカスタマーがありますからうん一人でやっぱサポートできるのはやっぱ限界値がありますからまあ僕と久保さんはまあまあできる方ですけど久保さんも一日ワンツー動画1000本撮れって言われたら1000人のお客さんワンツー動画で対応しろって言ったら多分無理だと思うんですよ自分の人生なくなっちゃいますよね大和くんとのやり合いできないですよねずっと お父さんワンツーなんか僕よりずっとカメラに向かって一日24時間しゃべってるぞみたいなね一 <laughs> 日1000人とか1万人のワンツー動画撮れないですからねやっぱ客対応できる客数限界がありますからうんでも100万はねほんといけますからいやマジで1人で十分ですよでも逆に言うと1人で100万稼ぐっていうのは楽じゃないですかだって固定費いらないんで ね、ね。久保さん、ね、昔久保さんネットビジネスで稼いだ売り上げをあのマージャン店に補填するっていうねネットビジネスで上げた売り上げ分をマージャン店で働く従業員の給料に回すみたいなね <laughs> うんまあそれ1人の場合ないわけですから自分が稼いだ利益全部自分になるので逆に1人の方が楽なんじゃないかなと思いますけどね。あの 従業員いるという概念はまあほとんどの人はいないと思いますけどうんまあ一人であればね全部一人で利益ですからそう劇団一人ですよ劇団一人さんを僕好きなんですけど劇団一人さんはギャラ全部自分全部持ってきますからでもこれねパあの漫才コンビとかやってる場合は2人に分配されるわけですから <laughs> まあ4人対4人に分配でしょうね うん、なんか怒り屋長介さんは怒り屋長介さんいっぱい結構持ってったらしいですけどねドリフターズはなんかそういう話聞きましたけどまあとりあえずあの自分の人生の責任は自分で取れればいいんじゃないかなというところですね、はい、親のせいでもなくうーん自分のせいと <laughs> でもまあうーん自分の意思はなかったとは思うんですけどねうん そう大和くんの意思,はなかったと思います意思があったとするならば久保さんが、あのー、子供が欲しいという久保の意思ですね <laughs> <え>久保哲郎のわがままですよね多分子供が欲しいというねあの久保哲郎の意思っていうねでもその意思は大和君には何も感じることはできないと思いますねうんでも久保さんが愛情を,育愛情を込んでね育てて育てればまあその意思っていうのはね 何かしらの思いだったら意思は伝わるとは思いますけど。うん、はい、ということでいってらっしゃい。